球界の光を照らす影の力キアスティン・ワトソン、ドジャースと共に。プロ野球界には輝かしいスター選手たちがいますが、その背後で彼らの物語を照らし出す存在がいます。キアスティン・ワトソンは、その一人で、彼女の仕事は大谷翔平や山本由伸といったスター選手たちの人間性や努力を世界に伝えることにあります。野球ファンなら誰もが認める大谷翔平や山本由伸の才能ですが、彼らの魅力を深く掘り下げ、ファンにより近づけるのは、キアスティン・ワトソンのようなリポーターの力によるところが大きいです。彼女はスポーツネット LA でのリポーターとして、チームの全試合を追い、選手たちとの絶妙な距離感を持ちながら、彼らの日常や思いを紡ぎ出しています。春季キャンプから国際シリーズまで、彼女は常にドジャースと共にあり、その瞬間瞬間を捉えてファンに届けています。例えば、大谷の結婚発表の日、多くがその話題に飛びつく中で、ワトソンは彼のプロフェッショナルな面に焦点を当て、調整と準備についての質問を選びました。これは、彼女がいかに選手の人間性とプロとしての側面を尊重しているかを示す一例です。彼女の質問一つ一つには、選手たちへの深い敬意と理解が込められています。キアスティン・ワトソン自身もまた、卓越した経歴を持つプロフェッショナルです。バレーボール選手として全米を舞台に活躍し、その後ジャーナリズムを学び、さらにミスフロリダに輝くなど、彼女の歩んできた道は多岐にわたります。こうした経験が彼女のリポーターとしての深みと視野を広げ、選手たちを独自の視点で捉えることを可能にしています。そして、彼女が感じる野球への情熱や、選手とファンをつなぐ架け橋としての使命感は、彼女の言葉からも強く感じられます。ドジャースというチームに加わり、野球という新たな世界に飛び込んだことで彼女自身も大きな成長を遂げています。このようにして、キアスティン・ワトソンはドジャースと共に、そして大谷翔平や山本由伸といった選手たちと共に歩んでいるのです。最後に彼女がドジャースの選手たちと共に過ごした時間。彼らの試合や日々の生活を世に伝える彼女の努力は、ただの仕事以上のものです。それは、野球というスポーツを愛し、選手とファンとの間にかける架け橋であり、彼女自身の成長と挑戦の物語でもあります。キアスティン・ワトソンという一人のプロフェッショナルがいるおかげで、我々は大谷翔平や山本由伸といったスター選手の魅力を、より深く、より身近に感じることができるのです。このように、キアスティン・ワトソンの影響力は計り知れないものがあります。彼女は見えないところでスポーツジャーナリズムの質を高め、ファンと選手の間に深い絆を築いています。彼女の献身的な取材と情熱的な報道により、ドジャースとその選手たちはより輝かしい道を歩むことができています。球界の未来を照らすキアスティン・ワトソンの活動は、まさに球界の光を照らす影の力と言えるでしょう。彼女の足跡は、これからのスポーツジャーナリズムの指針となり、多くの人々に影響を与え続けることでしょう。